残り時間12分の攻防、ぜひご注目ください。これよりファイナルクォーター第4クォーターに入ります。山口大学相手陣45ヤードからファーストダウン10。さあまず外へ振ります。ファイナル C は14番へのヒッチパス、キャッチアンドラン図りましたが、これは広島大57番がハードタックルによりまして4ヤードのゲインでとどめています。見事ラスキャッチランを見せましたのはワイドレシーバー14番の中山、広島城北高校出身の2回生。それを仕留めました広島大学57番は中本、松山南高校出身の2回生です。山口大学セカンドダウン6、さあここでフルバックのダイブプレー、表をつくように中央への早いタイミングのランプレーを展開しました。これにより約2ヤードのゲインとしています。山口大学サードダウンに移ります。山口大学サードダウン4、パスコーパスクォーターバック4番、ここでプレイアクションパス、見事なフェイクで右オープンに展開したワイドレシーバー10番にパスを投じまして、これを見事に10番キャッチしまして攻撃権更新です。山口大学ファースター、素晴らしいプレーアクションパスを投じましたクォーターバック4番は中田、宮古高校出身の4回生。取りましたワイドレシーバー木下は池田高校出身の2回生です。20ヤード付近からファーストダウン残り10ヤードです。山口大学相手陣21ヤードからファーストダウン10。さあここでスリープレー、トスをしましてランニングバック99番の走力で左オープンを展開、味方ブロッカーも効果的にブロックしまして約4ヤードのゲイン。99番のウコン、今日もその快速を見せております。山口大学相手陣17ヤードからセカンドダウン6、クォーターバック4番パスを投じようと下がりましたがプレッシャーからスクラム、しかしこの判断構想し約4ヤードのゲイン。素晴らしい判断でクォーターバックスクランブル決めました。クォーターバック4番は中田、宮古高校出身の4回生。山口大学サードダウン2、ボールオン相手陣13ヤード、ここでクォーターバック4番ジャンプパス、飛び上がるようにクイックタイミングで中央切れ込んだワイドレシーバー10番にパスを投じ、10番、これを飛びつき合わせてキャッチ、一気にそのまま体をエンドゾーンに並べ込んでタッチャー。山口大学6点獲得。
そしてトライフォーポイント。キック失敗、6点止まり。山口大学26点、広島大学17点。しかしその差を広げることに成功しました。見事タッチダウンパスを投じました。クォーターバック4番は中田、宮古高校出身の4回生。取りました。ワイドレシーバー10番木下は池田高校の出身の2回生です。このホットライン、本日も素晴らしい形で機能しております。さあこの第4クォーターも山口大学得点がありまして試合を動かしております。広島大、これに追いつくことができるでしょうか。山口大学のキックオフで試合再開となります。広島大リターン、右オープン切れ込みまして自陣39ヤード付近の攻撃位置を確保しています。リターナー31番辻村、トラヒメ高校出身の1回生。現在山口大学26点、広島大学自陣38ヤードからのファーストダウン点。広島大十分にクォーターバック相手を引きつけてのオプションプレー。ピッチを受けた1番、右オープン展開し約5ヤードのゲイン。オープンをつきました。セカンドダウン残り7ヤード。ここはクォーターバック7番、素晴らしい引きつけをしました。かなり怖い状況、しかし相手選手迫る中ギリギリでプランニングバックにピッチしまして、その走路を確保しています。クォーターバック7番は丸山。不成功。ここで中央を切れ込んだワイドレシーバー92番へのパスを投じました。97番にパスを投じましたが、これをキャッチできず、パス不成功でサードダウンに変わります。サードダウン残り5ヤードです。広島大学サードダウン5、ボールオン自陣44ヤード。何枠1番の総力に託しハンドオフをしましてランプレー。しかし左オープン展開する際に山口大学10番が見事なシューストリングタックル、フォースダウンに追い込みます。見事な足元を払うタックルを決めましたのは山口大学10番の木下、池田高校出身の2回生。ディフェンスでも木下見せます。広島大学フォースダウン5、プレーを選択します。フォースダウンギャンブル、5ヤード前進したいと攻撃権を失いますが、さあギャンブルに行った、インターセプト、ターンオーバー。ここで広島大学が選択したのはパスプレー。しかしこれを取ったのは山口大学10番のインターセプトにより攻守交代になります。攻守交代です。
攻守、そして今度はディフェンスのパスにおいてもその素晴らしいキャッチを見せましたのは山口大学10番の木下、池田高校出身の2回生です。ファーストダウン10ヤードの攻撃に変わります。山口大学相手陣30ヤードの位置に入りましたのファーストダウン10。これもナイス、ファーストヒットを受けながらセカンドエフォートでさらなる前進を取りましたランニングアップ99番約7ヤードのゲイン。99番はウコン、本日も地上戦を率いております。ここでホイッスル、ここでウォーターブレイクに入ります。ウォーターブレイクです。この試合では選手の安全のため各クォーター約半分経過の際にウォーターブレイクを設けています。さあその第4クォーター最後のウォーターブレイク入りまして、まもなく試合再開となります。山口大学相手陣24ヤードからセカンドダウンス4、さあここでランプレーを投入、キャリア81番ハンドオフ託されまして中央ねじ込みまして約2ヤードのゲイン。81番山下選手中央を突きました。キャリア81番は山下、豊富高校出身の4回生。サードダウン残り山口大学サードダウンに移ります。山口大学サードン2、ナイスディフェンス。ここで山口大学は外にいたレシーバーのヒッチパスを投じましたが、これを狙いすますように広島大学素晴らしいタックルしまして81番が仕留めました。山口大学フォースダウンに変わります。素晴らしいロスタックルを決めましたのは広島大学81番の松岡、松山中央高校出身の2回生です。山口大学ワイドレシーバー14番中山選手へのパスは成功。広島大学後半1回目のタイムアウトです。各チームはここで広島大学が後半1回目のタイムアウトを取っています。広島大学反撃のための時間を確保するタイムアウトをここで取りました。試合再開となります。広島大学フォースダウン9、ボールオン相手陣29ヤードの位置でパントフォーメーションを取ります。ここでスタンプ乱れ、パンター99番ランニングパントを敢行しましたが、そのパントを弾かれましてリターンほとんどできず、
広島大学陣35ヤード付近で攻守交代となります。攻撃権変わりまして広島大学の攻撃、広島大学自陣36ヤードからファーストダウンテン、試合時間残り4分26秒。まずランプレー、ランニングバック1番ハンドオフから左オープンを展開、約4ヤードのゲインとしています。キャリア4番1番は吉浦、5ヤードです。広島大学相手陣34ヤードからセカンドダウン6。ナイスラン、ファースター、ランニング枠1番ハンドオフを受けました、中央突破、相手ディフェンスの隙間を塗って一気に攻撃権更新です。広島大学ファースター、吉村ここで攻撃権更新を果たしています。広島大学ハーフウェイからファーストダウン10、ここでオプションプレー、ピッチを受けた1番、1番右オープンを展開し約5ヤードのゲイン。ランニングバック1番吉村選手オープンをつきました。広島大学セカンドダウン5、ボールオン相手陣45ヤード。広島大得意のランプレーを展開していますが、結果的に時間後時計も進んでおります。さあここでドロープレー、ナイスラン、ファーストラン、ランニングバック1番ドロープレーで攻撃権更新、山口失礼しました、広島大学ファーストラン。さあ今季よりルールが変わりまして、攻撃権更新をした際も時計は止まりません。チェーン移動の間も試合の時計クロックは進んだ状況になります。広島大学相手陣38ヤードからのファーストダウンテン、試合時間残り2分を切りました。しかしランでいきます、さらにいく、ブロッカーがさらに入った、まだ止まらない、ねじ込んでいってファースト、ここで広島大学中央ダウンプレー、ここでブロッカーもさらにヘルピングプレーを加えまして一気にモール状態で攻撃権更新です。広島大学ファースター、ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入っています。試合終了まで残り1分33秒です。このため時計止まりまして、試合時間残り1分33秒で時計は止まっております。しかしここで山口、広島大学を凄まじいオフェンスラインの力を見せまして、一気に相手陣にまでキャリアごと押し返す形に成功しています。その得点差は9点。山口大学失礼しました、広島大学相手陣19ヤードからのファーストダウン10、時計回ります。さあ左オープンへのプレー、キャリア31番、スピードに乗りましてオープンへ疾走し約5ヤードのゲイン、オープンをつけました。
山口大学セカンドダウン5、失礼しました、広島大学セカンドダウン5。クォーターバック7番、エンドゾーンへのパスを投じようとしましたが、プレッシャーからスクラム。しかし、これにより約4ヤードのゲインとしています。クォーターバック7番は丸山。三田、西雲高校出身の2回生。時計調整をいたします。試合時間残り38秒。広島大学サードダウン残り1ヤード。パス不成功。ここでエンドゾーンへのパスを投じました。ディフェンスとの1対1の状況でしたが、しかしこれはディフェンスが見事にカバーしており、パス不成功となっています。広島大フォースダウンに変わります。試合時間残り30秒です。広島大フォースダウン残り1ヤード。プレーを行います。フォースダウンギャンブル。ここでホイッスル。ここで山口大学が後半1回目のタイムアウトを取ります。後半1回目のタイムアウトです。各チームは前半後半にそれぞれ3回ずつチームタイムアウトを取ることができます。さあ、この熱戦も残り時間30秒となりました。その得点差は3点。広島大学現在その不利にあります。広島大学が攻撃に移っております。まずはこのシリーズで得点を挙げたい広島大。状況はしかしフォースダウン最後の攻撃権になっています。タイムアウト解けまして試合再開となります。広島大学フォースダウン残り1ヤードでフォースダウンギャンブル。プレーを選択します。さあ、ここでホイッスル。ここで広島大学が後半2回目のタイムアウトを取ります。広島大学後半2回目のタイムアウトです。各チーム相手の守備の陣形を見てでしょうか。ここで広島大がタイムアウトを取りました。ここが勝負どころということで、双方ともありとあらゆる策を投じています。さあ、タイムアウト解けまして試合再開となります。広島大学フォースダウン残り1ヤード、フォースダウンギャンブル。ここで右奥に走り込んだワイドレシーバー92番にパス。92番見事に競り勝ちまして、このパスをキャッチしエンドゾーンでのキャッチでタッチだ。92番広瀬選手のパスプレーにより広島大学6点獲得。続いてトライ4ポイントです。さあ、そしてトライ4ポイントに移ります。キック成功、1点追加。広島大学24点、山口大学26点、その差2点となりました。見事タッチダウンを挙げましたのは広島大学92番の広瀬、三田松雲館高校出身の2回生です。さあ、その差詰まりましたが、残り時間23秒。その残り時間をかけて広島大学再び攻撃権を得ることができるでしょうか。山口大学26点、広島大学24点です。残り時間はほとんどありません。攻撃ボールを奪われた場合はそこで
広島大学の選択肢はほぼない状況に陥ります。このキックオフ、さあどうなるでしょうか。広島大学のキックオフ、選択肢はオンサイドキック、短いキック10ヤードを超えた短いキックを蹴りまして、自らが攻撃権を得るという選択肢が残っています。しかしこのリスク低いプレーに山口、広島大学挑みます。山口大学も備えてほぼ全員前に上がった。さあオンサイド、ボール入っている。判定はオンサイド成功。この転がったボール、サイドライン割るかと思いましたが、ギリギリのところで確保しました。広島大学の攻撃です。さあ残り時間21秒になりました。広島大の攻撃、その差3、その差2点。ボールオンは相手陣44ヤード。広島大学ファーストアウト。広島大学の攻撃になります。さあ左のランプレー。しかし時計は回る。ここがホイッス。広島大ここで最後のタイムアウトを取ります。これで広島大タイムアウトによりましての自らが時計を止める手段はなくなります。広島大学後半3回目のタイムアウトです。各チームは前半後半にそれぞれ3回ずつチームタイムアウトを。 YW 様本当にいい試合になっております。この一戦そのものが優勝には直結はしません。しかしそれにふさわしい一戦になっております。さあ残り時間12秒、広島大セカンドダウン6、ボールオン相手陣40ヤード。ここでイエローフラッグ、イエローフラッグが挙げられました。反則が出た模様です。ファールの反則はありません。ミスフラグです。ノーフラグ、先ほどのフラグは無効となりました。試合再開となります。広島セカンドダウン6。さあ言葉下がった、パスを通した、通った、タッチダウン。ロングパス、一瞬の隙を突くように左サイドライン際上がりました。ワイドシーバー16番、このパスを見事取りました。タッチャー、広島大6点獲得。そしてキック成功、1点追加。最高ポイントのキックが広島大学逆転となりました。1点追加です。現在の得点は山口大学26点、広島大学31点です。土壇場で凄まじいビッグプレーがありました。見事なパスを投じました。クォーターバック7番は丸山、新田青雲高校出身の2回生取りました。ワイドレシーバー16番は太田、立命館森山高校出身の3回生です。試合終了です。ここで試合時間がなくなりました。先ほどのプレーで全ての時間が消費されていました。ここで試合終了です。最後の最後のワンプレーによりまして広島大学31点、山口大学26点、広島大学の勝利となりました。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。
素晴らしいゲームとなりました。この一戦最後の最後まで逆転に次ぐ逆転となりました。双方ともさまざまな思いが巡っていることと思われます。本日はありがとうございました。素晴らしい戦いでした。悔しい敗戦になりました山口会。しかし見事でした。今回負けましたけど目標は体達成です。引き続き応援お願いします。気をつけて。しかし今季まだトーナメントで対戦が残っています。この一戦をバネにしまして次は勝利を目指していただきたいと思います。ナイスファイトでした。そして広島大学見事にこの試合をものにしました。昨年の屈辱を破産とする最後の最後のワンプレー見事決まりましてこの一戦をものにしています。ナイスゲームでした。本日の全日程は終了です。ここで次節のご案内をいたします。次節は9月24日日曜日。まだその決勝に至るまでの前哨戦ともいうべき1次リーグではありましたが、この一戦両校かける思いがまさにみなぎる凄まじい戦いでした。ラスト1秒までその結果がわからない凄まじい攻防戦。ナイスゲームでした。またのご来場心よりお待ちしております。お気をつけて。チャット欄にも様々な方々からこの試合の熱戦に対する感動のメッセージをいただいております。私自身もこのような試合を取らせていただきまして大変光栄に思います。全国うつつうらがこのような形で様々な形で熱戦は行われております。その攻防どこにでもあります。この物語の続きを皆様ぜひご注目ください。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはブロンダが心優しい巨漢と目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり家業のため一度は離れた仲間が戻り脇を固め並みる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名をとどろかしたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者がつきつかのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑みその力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れあの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすには至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ本日の配信を終わらせていただきます。皆さん長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は中小アメリカンフットボール協会の許可を得まして実施させていただきました。その配信を行いましたのは私老楽やりちゃんでした。機会許されるならまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。
ございます。